せーの、マリンパッパです。はい、今日は今から大堀さんと打ち合わせなんですけど、はい、打ち合わせ中に何を聞かれてもはにゃしか答えなかったら大堀さんはどんな話するのか見ていきたいと思います。あれさ、大堀さんどんな反応すんのやろな。いや、今日久々会うからさ、まだ見る大堀さんと、だからシンプルにこいつら頭おかしなったかなって思われそう。え、でもあれやで、違うで、大堀さんもこんな言葉使うやん。なんなん、こないだな、電話してて、それ仕事話してて、ほんだらチナえなんだよ、言う、言うやろ、チナ、チナって言うとか、何言ってたっけな、あんた、なんか汗汗言ってる、言ってる、汗汗言ってる、言ってる、めっちゃ言ってる。でこれ大堀さんになんか教えてもらったっていうか教わってんけど、ズッショって言うらしい。何ズッショって、ずっと一緒のこと。違う、大堀さんがなんであんたにまずずっと一緒にみたいな言葉使うの。でなんかで言ってて、なんか企画の話でズッショみたいな、違う、なんかえ、もしかして違う、愛菜ちゃんスキピ大堀さん多分あっちも嫌やからやめてよ、ほんまに。そうやな、勘違いするんですよ、勘違いするから。あと何言ってたっけな。それキャパいっすね、言わんやろ、そんな言っててんって感じで。ほんまに言う。じゃあさ、もしかしてワンちゃんマナミラがはにゃんみたいに言っても、うん、なんか別に普通なんかもしれない。流される可能性もある、流される可能性もあるよな、うん、だからまあわざとらしく言う、結構はにゃんとかじゃなくてはにゃんはにゃんいや、ちょっと何この企画まあまあまあ、そんな感じで、はい、まあ大堀さんも多分ついてると思うんで、うん、ちょっとマナミラも行って、はい、カメラ仕掛けてやっていきたいと思います。はい、レッツはにゃ。お疲れ様です。お疲れ様です。外れなしくじみたいなものが来てて、うん、それはとりあえずできるって大丈夫ですよ、一応そこは来ないことにしちゃっておいて、はい、で、その中でそのくじでじゃあそれで景品何にするって話をしなきゃいけなくて、うん、で、どうするって、なんか作りたいものがあるかな、何やるな、こういういろいろアクリルキーホルダー、まあよくあるのですけど、で、まあ多分ちっちゃいのとかで言うと生写真とかで、一番大きいのとかだと抱き枕、顔ハンガーって何なんだろう、はにゃ顔で、目覚まし時計、声入るやつ、起きてみたいな、あ、私たちの声ですか、そう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 、で、あとカフェとか、カフェとか結構何でもできるじゃできるんで、その、こういうのがいいっていうのがあれば、ここから選んで何がいい、はい、映るんですか、映るんですわ、あれですね、映るんです、あ、カメラのやつ、そう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 、何て言うんですか、タペストリーなんか旗みたいな、いや希望いや、現物はそんなに作ってこれないから、もう調べてくれる、はにゃ、早くちょっと遅くないですか、はにゃ、その開始一番うざい、あ、この、この、これですか、はにゃ、はにゃ、だから、うん、こういう、にゃんってはにゃ、いや、言ってちょっと黙って、体験直すんだよ、よくわかんないわ、はにゃで、まあ、はい、じゃあ、あとなんか、え、逆に、なんかあります、こういう物だったら、うちは売れそうだね、みたいな、はにゃ、あ、その、落ちるパターンもあるんですよ
ハニャーゴン。ハニャーとハニャーゴンです。まあ、普通にそれか、まあ、リモートのオフ会みたいな、あのマンツーマンで10分だけ通話するみたいな。ハニャー？いや、わかんだろ、さすがにそれは。ハニャーではなくいいじゃん。まあ、とりあえず、じゃリモートのオフ会とか、まあ、メッセージ動画。だけど、その方がいいか、どこ。2人の顔をポップな似顔絵みたいな。ハニャー？で、デザインはじゃあある程度こっちでサンプル出します、ね。でさっき言ったマグカップとクッションとかに反映させるロゴを作るので、それで本当にいいですか？はにゃ？いや、イエスかの？はにゃ？日本語わかんないのか。Yes、いやもう本当あの どうしたいかもう本当マジ決まんないって思う時間もないんで、うん、人気症みたいなちょっとちょっと怒られるな目がさ怒ってるねもういやここじゃ あれ進まねえよ怒るに決まってるじゃんにまたそこのテンションなんでその俺の質問に対してだけそれ、うん、はてやで書いてくるもうダメだちょ、でもね、顔が怒ってんねんって違う顔が怒ってんねんって普通に喋るんだったら喋れ最初から、わかんないけどはにゃいや、全然わかんない、全然わかんないはい今日、さらに打ち合わせじゃないですかその、打ち合わせ中にハニャしか言わなかったら、大森さんはどんな反応するんか。ちょっと怖かったから、ちょっと早めに終わらそうと思って。ちょっと顔がほんまに結構怒ってたやん。いや、怒るってか、え、なんだろう。いやいや、お前らみたいな、ちょっと怖いな。今度やってくれたの。ちょっと怖いみたいな、やばいみたいな。やばいと思った。こっちからしたら片目しか見えてないし、目ジンジンするし、なんか質問してるのに、ろくな話返ってこないし。だからちょっと今日ちょっと、足掛けのちょっとミスだなと思って、パパと終わらそうと思って。普通に知識は。で、YouTuber です。はい。10万超えてくれよ。もうちょっとで超えるからな。あと5000人。はい。あ、そう、5000人。ちょっと頑張ってるでしょ、でも。こんなちょっとレベル低い企画かもしれへんけど、けど編集で頑張るからそういう時は編集で頑張るから大丈夫編集大事はいはい、そんな感じでね、大森さん久々のね仕事の話も後ですあそうですね、今これとりあえず撮って一応こういうのをまだまだ仕事にするから動画あなたも仕事だし、あなたたちも仕事そうはい、まあなんかそんな感じでね、久々の大堀さんでした。はい、はい、ありがとうございました。バイバーイ。大堀さん、だるそうすぎ。